各種は原子核を構成する陽子と中性子の総称。原子の原子核は陽子と中性子により構成されていることにより、これらを総称して、各種と呼ぶ。陽子も中性子もバリオンの一種であるため、各種もまたバリオンの一種である。各種はダウンクオークとアップクオークにより構成される。これに対し、ストレンジという重いクオークを含んだ重いバリオンをハイペロンと呼び、ラムダ。 シグマ、クサイ、オメガと呼ばれる。また、原子核を構成する粒子にハイペロンを含んだ核をハイパー核と呼ぶ。核子の霊気状態は核子共鳴と呼ばれる。これらの状態は核子を構成するクオークのスピンや軌道核運動量の異なる状態として解釈される。霊気状態の質量は規定状態よりも重く、平均寿命は短くなっている。 バリオン冷気状態を便宜的に区別する記号として、NL2I2J という表記がしばしば用いられる。ここで、M は状態の質量、L は軌道角運動量、2I はアイソスピンの2倍、2J は全角運動量の2倍を表す。以下の表では、現在までに知られている各種の冷気状態の中で、パーティクルデータグループによって、その存在が十分確から C とみなされている。 状態のみを示す。各状態には、陽子のような湯クオークから構成される、家電粒子と、中性子のような毒クオークから構成される、中性粒子、さらに、それらの反粒子湯、土が存在する。P11 は、通常の各子の冷気状態であるが、これは、原子内部の各子のような状態を表す。このような状態の各子は常に安定であり、 自由な中性子のような崩壊は起こらない。パーティクルリスティングス、ノートオン、ドデルタレザニンセス、ハットパーティクルリスティングス、N ハットパーティクルリスティングス、N 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 ハットパーティクルリスハットパーティクルリスティングス、N ハットパーティクルリスハットパーティクルリスティングス、 n。ハットパーティクルリスティングス 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 n。ありがとうございます。